今日は世界旅行2年間する私たちがみんなに知ってほしい海外の超絶おすすめホテル紹介します。はい、どうも。会社員を終えて夫婦で世界旅行しているゼロです。スミです。世界旅行2年間を通して地球2周している僕たち夫婦が選ぶ海外の超絶おすすめホテルランキングを紹介しようと思います。ついに来ました。ついにはい、来ました。これ結構友達とかに、今度海外旅行行くからおすすめのホテルないみたいな聞かれるんですよ。でもう本当にめちゃくちゃ僕たちホテルに泊まっていて、2年間世界旅行しているので、本当に多分今まで600泊ぐらいホテルに泊まってるので、どこって一言に言うのすごい難しいんですけども、かなりホテル選びには力を入れていて、やっぱりホテルって旅の疲れ、日中どっか旅行して帰ってきます、でシャワーを浴びてベッドに入って寝る、もうめちゃくちゃ癒されるじゃないですか。でさらにいいホテルになると、そこからすごい綺麗な景色が見れたりとか、ご飯がすごい美味しかったり、付加価値もすごいあるので、本当にバリエーションがあるジャンルっていうのがホテル選びなんですよ。で逆に悪いホテルを選んじゃうと、なんかサービスが悪いとか、シャワー出ない、部屋がなんか臭いとかっつって、なかなかこうゆっくり寝れなかったり、お風呂に入れないってことで全然癒されないっていうことがあるので、ホテル選びは絶対に妥協せずに、価格は抑えつつクオリティは高いホテルっていうものをしっかり選んできたんですね。そんな僕たちが皆さんに知ってほしい世界の素敵なホテルを今日は紹介しようと思いますので、次回の旅行の参考にしてもらえればと思います。一言におすすめホテルって言っても、例えば広い部屋が好きな方とか、あとご飯が美味しいところに泊まりたいとかっていういろんな人たちがいると思うんで、まずは僕たちのホテル選びの軸っていうものを紹介しようと思います。まず一つ目が、大事なところは価格帯になります。いいホテルって言ってもね、本当に価格って青天井で、例えばもう5万円のホテルとか、10万円のホテル、20万円のホテル、30万円のホテル、40万円のホテル、刻むね50万円、もう本当にキリがないじゃないですか、価格って。もう本当にそれこそ200万円のホテルとかもあるんで、いいホテルって言っても価格青天井だと全然参考にならないので、今回僕たちはもともと僕たちがサラリーマン出身、元会社員ということで、会社員の人が有給で海外旅行に行って泊まれるぐらいの価格帯、具体的に言うとだいたい1泊1部屋5万円前後で、ランキングしてみた結果だいたい3、4万円ぐらいなので、1人だいたい1万円2万円ぐらいの感じかなぐらいの価格帯のホテルを選びました。二つ目が、ホテルのスタッフさんのサービス品質がいいところ、いわゆるホスピタリティが高いところっていう感じですね。これね、ホテル選びの中でホスピタリティ、スタッフさんのサービス品質ってすごい大事なところで、例えば結構チープなホテル、僕たちも結構本当に数千円のチープなホテルとかも泊まるんですけども、そういうところでもスタッフさんがすごい温かく迎えてくれて、例えばこうご飯を準備してくれたり、全然大したことないハムとか、パンでもちゃんとこう準備してくれたりとか、あいつはすごい笑顔でしてくれたりとか、そうすると値段がすごい低くて、施設は別に大したことなくても結構やっぱりほっこりするので、やっぱりホテルのスタッフさんのサービス品質すごい大事だなと思うんですよ。逆にちょっと高くて、施設はもうプールめっちゃバッチリ決まってて、ホテルの部屋も広いっていうホテルでも、受付の人がちょっと差別みたいなことを言ってきたりとか、掃除のおばちゃんがなんか舌打ち打って不機嫌そうな顔してたりとかすると、なんでこんないい施設なのに、こんな扱い受けてんのって、もう気持ちめちゃくちゃだだ下がりするじゃないですか。っていうところで、ホテルのホスピタリティ、サービス品質っていうのはすごい大事だなと思います。で今回ランキングする中ではもう全部正直いいところではあるんですけれども、そういう観点でも僕たちの中でランキングしてます。で最後に3つ目、僕たちがゼオ家の冒険として非常に大事にしているところが、世界旅行のテーマが一生に一度は行ってみたい絶景をすべて回るっていうテーマですので、僕たちのテーマとしては絶景、ホテルに泊まって絶景が楽しめるホテルっていうところをメインで選んでおります。ホスピタリティって本当大事だよね。どんなにいいホテルでも悪いサービス受けるとやっぱ悪い印象になっちゃうし、逆にホスピタリティがすごい高いホテルだと、ちょっと粗相があっても本当満足度が高いんだよね。 ある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 よね。ある。本当に具体的に良かったスタッフさんたちもいっぱいいるので、そのエピソード今話したいぐらいなんですけども、それはこの後のランキングでお話しようと思います。それでそもそもその安くていいホテルってどうやって取るのっていうところ、気になってる方もいると思うんですけれども、それは過去の動画で
紹介してますので、気になる方はそちらをチェックしてみてください。ちなみにすみちゃんは、うん、ホテルでここは譲れないっていうところはある、うん、そうだね、譲れないところはベッドが清潔でよく寝れること、うん、ああ、まあすみちゃん世界中どこででも寝てるからねよく寝れてそうだよ600泊して寝れなかったことない、うん、はい、ということで早速地球2周してる夫婦が選ぶ世界のおすすめホテルランキング第10位、第10位、フランスパリブレンディットエトワール。フランスパリ中心部、このホテルの特徴は何といっても部屋から凱旋門が見えて、格式高いフランスパリのサービスを味わうことができます。僕たちは世界旅行中の年越しをここで迎えて、大晦日凱旋門から上がる花火を部屋から2人で堪能することができました。周りには凱旋門のほか、シャンゼリーゼ通りでのショッピングやおしゃれなカフェ、レストランも楽しむことができ、パリジェンヌの気持ちをリーズナブルな価格で楽しめる四つ星ホテルになってきます。ここは、まあ、正直僕から解説するよりもスミちゃんの方が大好きなんで、スミ、うん、ちゃんのちょっとお気に入りポイントをお願いします。ここは私大好きなホテルで、それでもまあ10位なんですけどまず凱旋門がホテルから見えるっていう特別感と、あと内装が白とあのブルーを基調にしたすごい可愛い内装なんですよ。そこも気に入りだし、あとはここずっとインスタで見てて一度来てみたかった場所なんだよね。見たことあるインスタで。あるね、確かに。ここはもうすごいインスタでも有名なホテルで、さらにあと私たちが泊まったのが大晦日の日だったから、年越しカウントダウンの花火と凱旋門を一緒に見れた、その特別感がすっごい好きなんだよね。確かにここスミちゃん大はしゃぎでめっちゃ感動してたよね。めちゃくちゃ感動したし、もう大はしゃぎだったわ。この大晦日の凱旋門花火の様子は過去に Vlog としても出しているので、気になる方はそちらをご覧ください。ちなみに今回はトップ10ということで、うん、600泊の中からトップ10選んでるので、うん、もうポン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 紹介していこうと思います。多すぎて思い出すのがボッケーディフィカルトだったぞ。まあ、皆様気になるところがあれば Google マップのピン止めをしていただいて、次の旅行の時に思い出せるようにしてもらうのがおすすめです。それでは次、地球2周している夫婦が選ぶ世界のおすすめホテルランキング第9位。第9位、デンマーク、マノンレスイーズグルズメデン。こちらは世界幸福度ランキングで例年トップクラスのデンマーク。デンマークではヒュッケと呼ばれる人生の時間をゆっくりと自分自身や友達、家族などと過ごすような文化が根付いていて、公園や街中のベンチで本を読んだり、お菓子を食べて友達と会話している様子を頻繁に見ることができるのですが、このホテルも特徴的な緑に囲まれた温水プールと、屋上にはサウナ、レストラン、地下には広いジムと、友達や家族とゆっくりとした時間を過ごせるデザインになっています。お部屋はもちろんアメニティも北欧風のおしゃれなデザインで、ゆったりとした時間を過ごすことができます。ここのホテルは以前 Vlog でも紹介したんですけども、もう映えっていう観点で言うと世界中のホテルの中でも結構トップクラスに入るかなと思います。ホテル自体は結構こじんまりとしてるんだけど、デザイナーズホテルっていう感じで、デザインも凝ってるし、泊まるっていうよりはここでのおしゃれなライフスタイルを過ごすっていう感じで、心が充実する感覚があるんだよね、うん、確かにね。ここホテル全体の構造が特徴的で、全ての部屋から中央のメインプールに直接アクセスできる作りが印象的だったし、緑もあって桜も生えててすっごい素敵だったよね。ここもデンマークの Vlog として実際過ごした様子を動画で出しているので、デンマークのほっこりした雰囲気を味わいたい方はこちらの動画をチェックしてみてください。ほっこり通り越してもっこりはい、それでは次、地球2周してる夫婦が選ぶ世界のおすすめホテルランキング第8位。第8位、インドネシアバリ島、バパディウメシドメン。格安でラグジュアリーなホテルが数多くあるバリ島の中で、知る人ぞ知る秘境のホテル。周りはライステラスと山々に囲まれ、部屋の大きなベランダからはまるで絵画のような緑の眺望と日の光を浴びて癒されるリゾートホテル。
テル名のワパディ梅の梅とはバリ島の言葉でライステラスを表す言葉で、黄色を基調とした可愛らしいホテルの内装と外のライステラスを見て癒されること間違いなしのホテルです。ということで第8話ワパディ梅シドメンということで、まあ、僕たちが泊まったのはバリ島の奥地シドメンになるんですけれども、ここはちょっとさすがに会社員の方が有給で行くには奥地すぎるということで、まあ、シドメンまでは行けなくとも、もう少し行きやすいバリ島のウブドの方にもワパディ梅ウブドっていうのがあるので、もし興味がある方はこちらの方に泊まっていただくのがいいんじゃないかなとは思います、うん、ここも、まあ、僕というよりスミちゃんが結構お気に入りなホテルだよね、うん、ここすっごい大好きで、うん、なぜ好きかっていうと、こうジャングルの中にリゾートホテルがあるっていう、その結構ギャップが好きで、内装が可愛くてラグジュアリーでもあるんだけど、そのベランダから見える景色が映画のジュラシックパークみたいな感じがして、ちょっとギャップがあってそこもすごい好きなんだよね。ここ周りは本当に何が出てくるか分かんないってぐらいジャングルなんだけど、うん、ホテル自体はすごい高級感があって、でそこは確かにすごい癒しだったよね、うん、ここの印象は、まあ、ご飯も美味しくて可愛らしいスタッフさんと内装が印象的だったかなと思います、うん、はい、それでは次、地球2周してる夫婦が選ぶ世界のおすすめホテルランキング第7位。第7位、トルコカッパドキアチャーミングケーブホテル。キュート奇岩の奇跡の街カッパドキア、ヨルメのど真ん中にあるホテル。このホテルはなんといってもロケーションが最高。天気がいい日は毎朝日の出とともに空一面を埋め尽くす気球がルーフトップで見れて、トルコの伝統的なラグと撮影セットを準備してくれます。このホテル、ケーブホテルというくらいなので石灰岩をくり抜いた洞窟状の部屋でステイすることができます。新日で有名なトルコ人の気さくなスタッフさんたちがアクティビティ予約やいろんなツアーの相談に乗ってくれるので、何か観光で困ったことがあればスタッフさんに相談してみるのが良いかと思います。またバルーン状の朝食会場で食べるトルコの伝統的な朝食と、たくさんの猫様たちが可愛く出迎えてくれます。ここのホテルはスタッフさんが優しいのがすごい印象的だったよね。ああ、優しかった。すっごい優しくて、あとこのホテルは値段が安いのに満足度が高いの、うん、確か2万1000円とかで泊まれるホテルだったから、うん、1人1万ぐらいで、あのとんでもない体験ができるっていう、ね、うん、これはかなり安いね。そう、あとなんといってもそのルーフトップでその気球が見えるホテルっていうのは非常に付加価値が高いよね。うん、本当にあれは感動だね、うん、本当に感動。コスパ良くて満足度も高いから、チャーミングケーブホテルはかなりカッパドキアおすすめです。で、このスタッフさんのエピソードだと、うん、まあ、まず現地のことについていろいろ教えてくれて、うん、おすすめのレストランとかアクティビティはこれした方がいいぞとか、うん、予約ここで俺がやってあげようかみたいな、確かにすごいいろいろお世話してもらって、うん、でなんかアクティビティを予約するときに、うん、じゃあカードで払いますよって言ってカードを渡したら、うん、現金の方がなんか2割引きぐらいにできるよって言われて、うん、ただその時僕日本円しか持ってなくて、僕圧倒的クレカ主義者だから現金日本円しか持ってないんで、うん、日本円しか持ってないよって言ったら、じゃあ俺が両替してきてやるからもう日本円でいいから払っていいよって、うんうん、でレート今見てやるよって言って、うん、レートを見てくれて、こんぐらいでどう、うん、こんぐらいのレートで日本円で払っていいよって言って、確かめちゃくちゃ妥当なレートだったから、うん、え、いいのみたいな。で、日本円でまあなんか2万円とか3万円とか払って、うん、あとはその人が換金所まで行って、うん、換金勝手にしてくれて、支払わせて、ね、しかもその割引でやってくれたっていう、そのぐらい柔軟に対応してくれて、本当にこう心温まるというか、助けられた場所だなっていう印象があります。まあ、このチャーミングケーブホテルっていうのは本当に素敵な空間の中で、スタッフさんたちと気球と、あと猫様たちと、うん、忘れられない思い出ができたっていうようなホテルになります。なんかさ、カッパドキアのホテルでさ、うん、なんか猫がめちゃくちゃいて、うん、朝食に混ざろうか混ざらないかみたいなしてる猫でこれさ、俺らさ今飯食ってるじゃん、うん、気づいてた、あそこでさ猫がさ入ろうとしてんだあそこでさ参加しようとしてきてる。しかもさ入ってこないんだね。入ってきた入ってきていいんだにゃっつって、いつらおもろいな。なんか海外の朝食には猫がつきもんですな。恐る恐る入ってこようとしてたよね。そう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 めちゃくちゃ可愛かったよね。可愛かったはい、それでは次、地球2周してる夫婦が選ぶ世界のおすすめホテル第6位。第6位、フィンランドサンタクロースホリデービレッジ。
物のサンタクロースに会える村、サンタクロースビレッジのホテルです。施設はクリスマスをイメージした赤と白のロッジ式の建物で、各ホテルにはプライベートサウナ付き、夜は部屋からオーロラを見れるのが感動的。村にいる本物のサンタさんは世界中から毎日手紙が届けられて、ここで申し込むと逆にサンタさんからのお手紙も届くらしいので、次回のクリスマスサプライズしたい人は試してみてください。敷地面積も広く、氷でできたアイスバーや雪遊びが楽しめるスノーマンワールドでファンタジーな家族の時間を過ごすことができます。やっとこのホテルを紹介する時が来ました。何そのやっと来ました。はい、どうぞサンタクロースビレッジ、うん、もうここは例えるならばディズニーランドですよ。はいはいはい、ディズニーランドって皆さんワクワクしますよね、行く時。うん、まあまあ人によっては多分全員するんだけど、うん、しないの？するするよね、うん、でワクワクするじゃないですか。そのワクワク感がこのフィンランドのサンタクロースビレッジで味わえます。なんとこの白と赤を基調とした統一感のある建物、そしてなんと本物のサンタさんに会えるっていうワクワク感、味わってみたくないですか？熱量は伝わったわ。なんかちょっと情報としてはちょっとまだあれだけど熱量はなんかそうだね。このサンタクロースビレッジの中でハスキー犬のソリだったりとか、あとトナカイのソリとかも体験できて、非常にパーク内で遊びが完結ってできるっていうのは私は結構好き。あの敷地にいれば、まあ、ホテルの料金まあ払うんだけど、うん、確かにそのソリやらなんやら、うん、まあ、もちろんそのオプション料金がかかるアクティビティもあるんだけど、うん、まあ無料でというか見てるだけでも楽しいような施設。か確かにディズニーっていう例えは合ってるかもね。あと個人的には良かったのは、うん、オーロラを生まれて初めて見たのがそのサンタクロースビレッジだったんですけど、うん、まさか部屋から見れると思ってなくて。あ、そうだよね、うん、だってオーロラってなんか勝手なイメージなんですけど、うん、山奥の方に行って1週間くらいこもって、うん、オーロラだみたいな、うん、そうやって見るのかなと思ってたら部屋開けて、うん、あ、オーロラだみたいな。そうこんな明るいところで見れんのみたいな、うん、どんだけ映えてんだよこの映像はと思う。うわー、マジやばい、オーマイガー。やばい、これはやばい、やば、空のすげえ上の方まで広範囲に広がってる。これは今日はやばい、超感動。うわー、それはすごい感動的だったかなと思います、うん、であともう一個はちょっとこれはちっちゃいんですけど、うん、本場のノルウェーサーモンが食べられたっていう、うん、これね本当に日本のサーモンも美味しいんですけども、うん、本場のノルウェーサーモン、脂の乗ったサーモン、うん、専門店があって、うん、このサンタクロースビレッジの中に、うん、それ食べたらもうステーキ食べてるかな、うん、ぐらい美味しいサーモンが食べられたので、それもねめちゃくちゃ感動というか印象に残ってる場面だったかなと思うんだよね、うん、確かに分厚さも多分3センチ4センチくらいの分厚さで、うん、非常にジューシーだったもんね。ジューシーだった、うん、僕ねフィンランドの Vlog、まあ、過去にこれ出してるんですけども、うん、過去一伸びると思って、うん、もう200万回くらい行くやろと思って、うんうん、今んとこ1万回しか回ってない。なぜだなぜなんだマジで。本当に。なんでかな、めっちゃいいと思うんだけどな、うん。日本人って結構フィンランド好きなイメージあって、うん、結構他の Vlog フィンランド回ってるんだけど、ゼオ家は1万回なんだよね。なぜなんだ、なぜなんだ本当に。謎キンキン。キンに冷えてるよ、もう再生回数が。キンキンに冷えてやがるぜ、再生回数が。本当に困っちゃうね。困る。まああの本当に感想を見て感想書いててほしいですね。確かに。もっとこういうとこ見たいですとか、こういう情報足りないですとか、うん、いいって100点満点だと思うんだけどな、うん、まあでもホテルは本当に間違いなく100点満点なんで、フィンランド行きたい方、うん、サンタクロースホリデービレッジおすすめでございます。はい、じゃあその次、地球2周してる夫婦が選ぶ世界のおすすめホテル第5位です。第5位、インドネシアバリ島アヤナリゾート。
バリ島南部の有名なリゾートホテル。デザインに凝ったメインプールの数が多く、ホテルが所有するプライベートビーチもあり、どこを切り取っても映えるインスタ女子必見のホテルです。レストランの数も非常に多く、朝食も最高に美味しいので、ぜひ堪能してみてください。夕方の時間には夕日が見れるロックバーと呼ばれるこのホテルを代表するバーがあるので、ここも必見です。ここは日本人行ってる人多いんじゃないかな。ここはかなり多いよね。正直まあこのランキング5位で出しちゃったところはあるんだけど、うんうん、そこかよって思う人がいるぐらい、うん、結構メジャーなホテルにはなるかなと思うんだけど、まあ、プールの数とか、うん、レストランの数とか、うん、プライベートビーチ、ロックバー、うん、あとすみちゃん大好きなスパ。スパ、そう、ここはねスパ最高に気持ちいいんですよ。確か 2,3 万円ぐらいするんですけど、うん、もう体験する価値あり。あとなんと綾菜リゾートの隣にこう系列のホテルがあって、そこのレストランとプールも利用できるんですよ。カートみたいので移動するんですけど、うん、もうそこも利用できるっていうこの付加価値、もう2日っても遊び足りないぐらい広いので、ぜひ3泊はしてみてください。ここプール多すぎて、うん、まあ、スミちゃん得意なバタフライと飛び込みやりまくってたら、うん、最後スミちゃんもう指がシワシワになってて、もうプール入りすぎてどんだけ飛び込みすんねんみたいな感じ。そうそうそう。はい、その次です。もうこっからは第4位に入ってきます。うん、もうこっからはねどこが1位になってもおかしくないようなホテルが並びます。それでは行ってみましょう。地球2周してる夫婦が選ぶ世界のおすすめホテルランキング第4位です。第4位、イタリアドロミテシャレアルフォス。イタリア北部のアルプス地帯、ドロミテの山間部にあるデザイン抜群のおしゃれなホテル。特徴的なインフィニティプールと施設全体が映えのために作られているかのような大人のホテルです。バスタブ式の温水ジャグジーの数が多く、予約なしでも各カップル貸し切りで使えるくらいの施設の充実度。また本場イタリア料理を食べられるレストランもあり、僕たちはここでとんでもなく美味しい白トリュフのカルボナーラとシーフードをいただきました。またアルパカさんと朝食が食べられるプランは世界でも珍しく、6ヶ月予約待ちなので、気になる方は早めにチェックしておいてください。ということで第4位はドロミテのシャレアルフォスになります。まあ、ここの施設はとにかく映えに振り切ったホテルで、うん、インスタ女子必見というか、うん、本当に驚いたのがホテルの中でドローン飛ばしてる人めちゃくちゃいたんですよ。そう、普通のホテルってプライバシーの関係で、うん、ドローンなんて飛ばしちゃダメなところばっかなんですけど、そこのホテルは映えに振り切ってるから、みんなドローン飛ばしてこの映えホテルをしっかり綺麗に撮るみたいなことをやってたっていうのはすごいびっくりしました。やっぱデザインもすごい優れてて、メインのインフィニティプールはもちろんなんですけども、そのメインプールに続く階段とか、あとそのメインプールを下からスケルトンで覗けるデザイン性っていうのがかなり振り切ってるなっていう感じでした。あとさ、各部屋のデザインもすっごいおしゃれだしさ、アメニティもさ、バチクソおしゃれじゃなかった。確かに、うん、正直さ、僕たち世界旅行してて、うん、お土産とか買えないんですよ、うん、荷物って本当に制限されてどん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 移動していかないといけないんで、荷物を増やせないんでお土産買えないんで、うん、気になるアメニティとかって持って帰れないんですよ。 そんな中でもこのアメニティが素敵すぎて、うんうん、もう僕これこのスリッパ持って帰ったんですよ。これマジでこれだけ、わかりますか、シャレアルフォスのこのふかふか、これがアメニティでついてたんで、うん、なんすごいおしゃれないなと思って、ね、かわいいよね。感動して結構お気に入りで使ってます。あとバスローブも、バスローブはさすがに持ってけ帰ってきてないですけど、うん、ふわふわでさ、確かにあんなふわふわなバスローブ存在するってぐらいふわふわだし、その他のアメニティもものすごい、なんかバッグとかプールバッグとかもあって、うん、めちゃくちゃおしゃれだった。確かに、もうバスローブこれ今治式かなみたいな今治のタオルかなみたいな感じだったよね。すごいふかふかだった、ね、ふかふかだった。でここさらに映えもすごかったんですけども、うん、スタッフさんのサービスもすごい良かったんで、このランキング4位っていうことにしてます。うん、まあ、例えばプールで僕たちが遊んでたら、うん、シャンパンを持ってきてくれて、うん、まあ、フリードリンク飲んでいいですよみたいな、うん、であと軽食も持ってきてくれて、うん、なんか今日はシェフおすすめのシュークリームになりますみたいな、めっ
ちゃ美味しかったよね。美味しい。そうそうそう。で各国の人がこうつまんで食べて、うん、でまたプールで遊ぶみたいな、うん、っていうなんかこうちょっとした気遣いみたいなのがやっぱ結構こう刺さる、うん、刺さる。ここで今お菓子食べていいんだ、うん、嬉しいみたいな、まあ、結構良かったですね、うん、ちなみにねこれスミちゃん知らなかったと思うんだけど、うん、会計、うんうん、最後会計してくれた時もスタッフさんが、うん、なぜか分かんないんですけど、うん、なんかこのもう端数削るよって言って、確か5万2千ちょいとかだったんですよ、うん、200とかして、うん、だったんですけど、あなんかもう端数いらないわっつって5万円ちょっきりとかにしてなんかしてくれてなんでみたいな優しいみたいな。やっぱそのでもちょっとしたフリーシャンパンとかお菓子とかその端数削ってくれるだけでまた行きたいとか、まあ、まさにこうやって YouTube で発信するような輩が現れたりとかするんで、やっぱ高級ホテルとか本当ホスピタリティってそういうことなんじゃないかなと思うんですよね、うん、確かに、うん、そこのホテルはやっぱりインスタ映えに振り切ってるだけあって、うん、インスタアカウントも100万人ぐらいフォロワーいるもんで、あ確かに確かに、みんながこう自由にドローン飛ばして、そうだ、ね、映え写真撮りまくって、うん、共同投稿しまくった結果100万人ぐらいいるもんで、確かにね、うん、確かにちょっとここに貼っとくのでチェックしてみてください。本家のアカウント、あと本家のアカウントにフィーチャーされた僕のアカウントも見てみてくださいはいはい、それでは地球2周している夫婦が選ぶ世界のおすすめホテルランキング第3位です。第3位 UAE ドバイアドレススカイビュードバイの中心地ブルジュハリファの目の前にある5つ星の高級リゾート、最大の特徴は何といっても屋上54階にあるインフィニティプール、地球上で最も高い建造物ブルジュハリファを目の前に、プールから見える絶景には遮るものは何もなく圧巻の一言です。また全ての客室にプライベートバルコニーがあり、ドバイの壮大なスカイラインやブルジュハリファなどの眺望を独り占めすることができ、世界一が集まる街ドバイならではの景色を思う存分堪能することができます。ここ本当ドバイ、さすがドバイだなって思うのが、このホテルってかなり高級感あって、多分2、30万ぐらい見えると思うんですよ。余裕で見える。で、ただここは大体5万円前後で泊まれるってことで、まあ若干高いんですけど、そのクオリティに対しては結構リーズナブルというか安いというか、そこがやっぱドバイならではだなと思うかな。うん、確かにさ、これ東京だったらもっと高値ついてる。うん、確かに、ね。間違いないよね。確かに。だってもうスカイツリーの真ん前みたいなもんでしょ。そうそうそう。うん、のインフィニティプールもついてて、そうか、54階でインフィニティプール。そう、確かに。それはもう2、30万は。うん、しちゃうよね。絶対するね、うん、こりゃ。で今回のランキングの中だとアドレススカイビューは若干お値段は高いけど、それでも全然リーズナブルな範囲かなって思う。そうだね、屋上のプールって結構高さがめちゃくちゃ高いんで、うん、僕高所恐怖症なんでかなり怖いんですけども、うん、その屋上プールには世界の富豪たちが集まってて、うん、結構こうコミュニケーション取ってるとか、うん、はーいみたいな、お互いこう軽く喋ってるみたいなところがあって、うん、そこも結構やっぱドバイっぽいというか、うん、特徴の一つかなと思います。なんかさ、隅さ、うん、俺が一回トイレ行って場所離れてる間に、うんうん、ギリシャの富豪にナンパされてたよね。されてたねえ、なんぞって思ってどっから来たのって聞かれてた、うん、あ、ナンパじゃないのかな、うん、会話かな。はっ、富豪との会話。そうか、どっから来たの、あなたはどっから来たの、はいはい、で、日本が好きなんだ僕は、うん、みたいな、まあ、そういう会話してた。仮想通貨やってるって。ドバイだ。仮想通貨やってるらしい。それでは次、地球2周してる夫婦が選ぶ世界のおすすめホテル第2位です。第2位 UAE アブダビティラルアルアイン。アブダビの砂漠の中にあるホテルで、周りには美しい砂漠が広がっているおしゃれなデザインの5つ星ホテル。宿泊者数も少なく、プライベート感と非現実感を感じながら、最高品質のサービスとおしゃれな空間を楽しめます。部屋のすぐそばにはガゼルの群れが住み着いていて、部屋からガゼルを観察したり、プールから砂漠を眺めたりして、ここでしか味わえない唯一無二の時間を過ごすことができます。ここ僕大好きで、本当に1位にしてもおかしくないぐらい、もう1位にしたいようなホテルなんですよ。ここ
ほんとゼオさん大好きだよね。大好き。ここは毎朝5時ぐらいに起きてガゼルさんの写真撮りに行ったり、夜中星空撮影行ったり、一人で堪能してたもん、ね。僕自身が写真撮るのとか、まあ映像撮るのもすごい好きなんで、砂漠のあのこうつるっとした感じ、うん、色味がすごい好きで、うん、あとヤシの木も生えてて、うん、ガゼルもいるという、うん、生まれて初めてその砂漠でガゼルを撮るっていうのは僕世界旅行の中でも結構憧れてたので、それが叶ったっていうところがすごいね、良かったんですよ。テラルはこう砂漠のど真ん中にホテルがあるって、あの非現実感と、そうだね、砂漠の中にあるプールに入った経験が人生初で、あのワクワクさは忘れられないかな。なんかこうランキングを通してみると、こう非現実感って結構ポイントかなと思うんだけど、周りはとんでもなく自然なんだけど、ホテルはラグジュアリー感があるっていう場所が結構僕たち的にはツボというか、そのギャップが楽しかったりするかなっていうのは傾向的にあるかなと思う。本当そうだね。なんか砂漠の良さっていうと、朝日とか照らされてすごい綺麗な、波紋も綺麗なんですけども、夜もすごい綺麗で、まあ本当に海とかの星空を思い浮かべてもらっていいんですけど、砂漠ももう見渡す限り街灯のない、もう地平線まで見えるようなとこなので、星空めちゃくちゃ綺麗なんですよ。その中で僕その星空を撮りたくてカメラを三脚立てて星空撮影をしようと思ってたんですけど、近くにガゼルさんの群れがあるんで、ガゼルさんも夜はねお休みになられるんで、こうちらほらそこにこう立ってて寝てるんですよ。でガゼルって人間が近づくとすごい警戒心が強い生物だから、こう見て見て、あ人間だみたいな感じで逃げてくんですけど、夜ってあっちも見えてないのか、こっちも見えてないんですけど、鉢合わせることがあってガゼルさんに夜でこう三脚立てて、よし取るぞって思ってたら横にガゼルさんがいて、お互いうわーってみたいな、でお互いわーってこう散らばっちゃうみたいなそんなことあったの？そうそうそう、夜中のガゼルガゼルさんと星撮影、寝てたわ私やばそうだねつみちゃん、よう寝とってやっぱなんかそういうのやると、わー世界旅行してんなみたいな、っていう感じの思い出ができたのがこのテラル・アルアインっていうホテルだったので、でもドバに行ったらここのホテルだけじゃなくても砂漠のホテルって本当におすすめなので、砂漠のホテルね他にもいろいろあるんで、探してみてもらうっていうのがいいかなと思います。はい、それではラスト、地球2周している夫婦が選ぶ世界のおすすめホテル第1位は、第1位インドネシアバリ島カヨンジャングルリゾート。おお、来ましたね、ついに来ました。大好きですねもう過去3回動画で聞いたことあるけど、初めて見る方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、僕たちというか、まあ、スミちゃんかな、もうこのカヨンジャングルリゾートが世界で一番大好きです。大好きです。ということで、地球2周している夫婦が選ぶ世界のおすすめホテルランキング第1位はインドネシアバリ島カヨンジャングルリゾートになります。美しいジャングル、メインの三段プール、レストランやバーがあり、世界各国の人たちの癒しの場となっているカヨンジャングルリゾート。部屋には温水プライベートプール、ジャグジー、おしゃれなベッド、浴室があり、1回泊まっただけでは遊びきれないほどの楽しみ方があります。ディナーの時間にはバリ島の伝統的なケチャダンスやライブを見ることができ、朝から晩までこのリゾートで刺激的な時間を過ごすことができます。施設だけではなくスタッフさんのホスピタリティも本当に素晴らしいホテルで、どこをとっても満点のホテルがこのカヨンジャングルリゾートになります。ということで、スミちゃん大好きバリ島のカヨンジャングルリゾート、いかがでしょうか。まずそもそもバリ島のリゾートって全部クオリティ高くない？確かに、てかここに限らず、限らず今日紹介したところに限らず、いいホテルむちゃくちゃありすぎて、なんか俺ホテル探すじゃん、で Google 使って大体調べるんだけど、バリ島リゾートホテルって調べると、無限にピンがバコバコって出現していく、どこがどこか分かんねえよみたいな感じになっちゃうんですけど、確かに正直世界もそうだし、バリ島にもたくさんいいホテルあるんだけど、私たちが今まで泊まった中で一番施設、ご飯、ホスピタリティ全てが満点だったのがここのホテルだったんだよね。まあ、ランキングを見てみると、やっぱりこう大自然の中の高級ホテルみたいなところが結構僕たちは好き で、で外はバッキバキの大自然すぎて、絶対一人じゃ出歩かないようなロケーションに高級ホテルが建ってて、なんかこう遊園地じゃないですけども、ここの敷地の中はもう安心安全なんだけど、外の大自然をそこから見ることができる、楽しむことができるっていうのは、例えば朝早朝だったり、夜の星空がその大自然の中の撮影ができるっていうのは結構満足度高かったかなと思います。ちなみにこれランク外というか、今回のランキングってまあさらっと紹介はしたんだけど、ランク外のホテルだと、バリ島の星のやとか
あ、そうだよ。それも外れてるし、うん、あとはサントリーニ。サントリーニのホテルも3つ泊まったのかな、うん、3つ泊まったんですけども、全部ランク外って、ランク外じゃないんですよ、めちゃくちゃいいホテルだったんですけど、そのぐらい激戦に激戦を重ねたこのランキングの情報なので、本当にね、しっかりピン打ってもらって、うん、次の旅行に行かせてもらうのがいいかなと思います。ということで、地球2周している夫婦が選ぶ世界のおすすめホテルランキング、いかがだったでしょうか。この動画のチャンネル登録といいねをお忘れなく。そしてこのゼオキュの活動をより応援したい、動画頑張れって思う人はメンバー登録の方をお願いいたします。お願いします。人生は自己実現と家族孝行、ゼオキュの冒険は続く。